今日もやってるのか。俺の名前は山田岳、冴えない高校2年生だ。俺の通う小岩高校にはちょっとした有名人がいる。それが、すげえ、これで10人目だぜ。もう二度と勝負なんて挑んでこないで。強すぎる。エマ先輩かっこいい。相変わらずだな。同じクラスの彼女、後藤エマ。空手部主将で全国大会にも出場するほどの実力者だ。男嫌いと噂されているが、あまりにも美人なため彼女と付き合いたいという男が次から次に湧く。その結果、どこからともなく彼女を倒せば付き合えるという話が持ち上がった。それからはああして勝負を挑む奴らの相手を毎日しているらしい。男嫌いじゃなかったらな、付き合いたいけど勝てる自信ないし。それな、でもあの強くて凛とした感じもまたよくね。確かにそうだ、そうなんだが。ガク、早く。あーん、はいはい。幸せ。素のエマはこっちなんだよな。信じられないだろうが、今目の前にいる彼女は後藤エマ本人である。関係なさそうな俺たちがなぜ一緒にいるかというと、いいなずけで同棲中だからだ。全ての始まりは小学1年生の頃、俺が通う空手道場に突如エマが入ってきた。私と一緒にいて。ちょ、やめろ。道場では保護者が顔を合わせることも多い。エマが俺に懐いているのを見た両親たちはすっかり仲良くなり、そのうち付き合いは家族ぐるみに。そしてエマの願いもあり、あれよあれよの間に言い名付けにまでなってしまった。しかし高校入学間近になった頃、俺の両親の海外赴任が決まった。一緒についていくことも考えていたのだが。私に息子さんをください。ちょ、それ俺のセリフじゃない。まあまあ、こんなに嬉しいことはないわ。ガク君、うちの娘をよろしくな。こんな感じでエマが俺の面倒を見ると言い出し、そのままうちの家に二人で住むことになったのである。もう一個。そんなに食べていいの？平気、チョコは私の命。あとガクも。俺はチョコのついでかい。嘘、ガクのが大事。そう？でもさ、今日男はいらないって言ってなかった？ガクだけは別。へえ。なんでそんなに意地悪言うの？ガクひどい。ごめんごめん。でもさ、学校でもこの10分の1くらい素を出したらみんなと仲良くなれそうだと思って。特に男子には冷たいしさ。だって男子嫌だ。小さい頃何度もからかわれたもん。そうだったな。まあ、あの時ガクが助けてくれたから今があるんだけど。俺を追いかけて道場まで来たって言ってたもんな。俺はもう空手やめたけど、あっという間に俺より強くなったし。そんなこといいから早く次のチョコちょうだい。はいはい、今。ああ、やっぱりいいや、チョコを見つけた。え、どこに？ここ。甘くて美味しい。これは不意打ちだけど。今の嘘だろ。バレた？ガク慌てないからつまんない。もっとドキドキさせたいのに。はいはい、それは置いといてさ。うん。やっぱりさ、俺たちが言い名付けだってことを公表したら？その方がエマに勝負挑むやつも減りそうじゃん。もしかしてガク不安なの？え？それなら大丈夫。私絶対に負けないから。そういうことじゃなくて、毎日男子と試合なんて危ないし。問題ない。それに男子と戦うくらいが練習になって私にはちょうどいい。だから平気だよ。私はずっと書くだけの私だから。
それに私はガクトだけ話せればいい。素の私がバレるとガクにも迷惑かかりそうだし、ちょっと話すだけでも爆発しちゃいそうだもん。学校でもこんな風にずっとギュッてしたくなる。それは確かに困る。いやでもちょっと抑えてもらえれば別に。ゆり、私はガクが大好きだから1ミリだって離れたくない。いいの、家でこうしていっぱい甘えられれば私はそれでいい。なんかうまくかわされたような。でもこのエマを俺しか知らないってのに優越感があるのも事実なんだよな。こんな感じで学校では俺たちの関係も秘密にしているというわけだ。これからも変わらない毎日が続くと思っていたのだが、数日後ちょっとした事件が起きた。今日こそ一緒にお風呂入ろう。断る。成人するまで何もしないって約束しただろ。うん、ガクのケチ。エマ？ん？やっぱりそうだ。なあガクも久しぶり。私ウラールユザミよ。誰？前に同じ道場に通ってただろ。でも確か転校したはずじゃ。こっちに帰ってきたの。まさかまた会えるなんて。っていうか二人が言い名付けの噂本当だったんだ。まずい。ずっと隠してたのにこんなとこでバレるなんて。どうする？なんてごまかしたら。ま、別にいいけど。じゃあまたね。ああまた。あれ、なんかあっさりしてたな。興味なかったのか？ガク。とはいえやっぱりエマは不安なはず。早く帰ろ。今日は美味しいパスタ作ってあげるから。え、晩飯はカレーだろ。さっきジャガイモとか買ったじゃん。家庭的な女がタイプの男はパスタでイチコロなの思い出した。これでガクも私にベタボレ確定。それ親友の彼女の連れの話な。うん、細かいことはいい。うどん入れれば万事解決。いつの間にかカレーうどんになってるけど。たく、相変わらずマイペースな。心配しなくても平気だよ。うざみだっけ。同じ学校なわけじゃないし。早く帰ろ。ああ、気を使ってくれたのか。まあエマの言う通り、もううざみと会うことはないだろうし大丈夫か。そう思っていたのだが。うざみです、よろしくね。嘘だろ。うざみちゃん超美人じゃん。好きなタイプは？そうね、強い人かな。まさか転校してくるなんて。もしエマとの関係をバラされでもしたら。しかし俺のその心配は必要なかった。数日経ったがうざみが俺たちのことを話そうとする気配はない。ただ別の問題が。ねえガク、さっきの問題分かんなかったから教えて。ちょ、近いから。なんで転校して以来あからさまにアプローチをしてくるんだ。俺のことが好きなのか。いやでも昔はそんな素振り全くなかったし。あのさ、うざみは知ってるだろうけど俺にはエマが。エマは男嫌いで通ってるし学校じゃ手出しできないもの。それに私他の人のものが好きなの。逆に燃えるから。はあ、なんか今日の後藤さんめちゃくちゃ怖くね。きっと放課後に備えて集中力を高めてるのよ。その後も何かとうざみにつきまとわれる日々が続き。よいしょ。そうなりますよね。もういい、ガクなんて知らない。ここ最近ずっとこの調子だな。こうなったら。ほら、これエマが好きなチョコ。限定のチョコアイスもあるよ。これでもダメか。そんなのいらない。だからキュッてして。え、ガク、私のこと好き？うざみよりずっと。当たり前だろ。俺はエマが好きだよ。私もガクが好き。家でこうしていられたら幸せ。俺もだよ。
よかった、なんとか機嫌直ったみたいだ。しかし数日後、さらなる事件が起きてしまった。おい、エマ、いい加減出てこいよ。もうやだ、うざみ、空手部のマネージャーになってからいつも自慢してくる。そんなわけ。今日もニヤニヤしながら私にドリンク渡してきた。学に勉強を教えてもらったって嬉しそうに話しながら。そんなに嫌ならさ、いいなずけの件みんなに話したらいいんじゃない？それはごめん。確かに学の言う通りだと思う。でも大会も近いし、今学への気持ちに学校でも歯止めが効かなくなったら集中できなくなる。確かにうちでの感じ全開じゃそうなるよな。でもさ、不安だから。今日は一緒にお風呂入ろう。それはダメ。学のケチ、じゃあ一緒に寝る。はいはい、それで勘弁してくれ。おやすみ学。おやすみ。にしてもどうしたものかな、うざみはなんで空手部のマネージャーなんか始めたんだろう。理由がわからなきゃ問題も解決しないよな。ガク、大好きだよ。うん、ずっとずっと一緒にいて。もちろん。やっぱりこのままじゃダメだ。この笑顔を守るために俺が行動しないと。明日うざみにいろいろ聞こう。それから俺ももっとはっきり自分の気持ちを伝えるんだ。そして翌日。ねえガク、移動教室一緒行こう。教室違うだろ。てかさ、なんでうざみいきなりマネージャー始めたの？打ち込むものがある方が女は輝いて見えるでしょ。それだけ？だったら別に他でも。私のことがそんなに気になる？それなら今日の放課後、中庭に来て。え、なんで？別に今でも。学に大切な話があるの。これはチャンスだ。うざみの告白をきっぱり断れる。わかった。数時間後。ガク、来てくれてありがとう。私ね、ちゃんと気持ちを伝えようと思って。私ガクのことが好き。私と付き合ってくれるよね？ごめん、それは無理だ。俺はエマが好きだから。なんで？エマとは親が決めた言い名付けなだけでしょ。確かに言い名付けは親が決めたことだけど、今一緒にいるのは俺の意思だから。エマなんてただちょっと強いだけじゃない。私の方が。エマは強いだけじゃない。可愛くて優しくて。エマのいいところは俺がたくさん知ってる。何よりエマは俺にとって特別な人なんだ。やだ、私じゃダメなの？ねえガク。だから俺は。ガク、先生が呼んでって。何やって？だ、エマ、これは違う。違わないわよ。私とガク、いい雰囲気だったの。ちょっ、私だけだと思ってたのに。エマ、俺の話を聞いて。まずい、なんて言ったらいいんだ。この状況じゃ何を言っても。もう我慢の限界。え？黙っておとなしくしてれば、人の言い名付けに近づいて何考えてるの？はあ？そんなに嫌なら堂々とアプローチすればいいじゃない。隠してるそっちが悪いんでしょ？それとも何？私に取られるのが怖いわけ？そんなわけない。それなら勝負しましょうよ。勝った方は何でも言うことを聞くってことでどう？そっちが勝てば私を学に近づかせないように命令できるわ。その勝負乗った。ちょっと二人とも。今日はエマさんとうざみさんが対決だって。なんで？いつもは男子と勝負してるのに。なんでこうなった？絶対負けない。私だって気持ちが違うのよ。じゃあ行きますよ、始め。やー！そして結果は？え？
あれ、めちゃくちゃ弱くない？さっきの勢いは。ごめん、私本気出しすぎ。最高。憧れのエマと対決できるなんて、一生分の運を使い果たしたわ。ずっとこの時を待ってたのよ。もう本当に幸せ。このまま時が止まればいいのに。ねえ、もう一戦お願い。グク、助けて。ウザミって俺のことが好きだったんじゃ。は？そんなわけないじゃない。私はあんたが邪魔だっただけ。だっていつもエマの周りをちょろちょろしてるんだもの。だから私のことを好きにさせて捨てるつもりだったのよ。そうすればいい加減な男だって気づいて、エマはあんたを嫌いになるでしょ。それをエネルギーにエマが空手に打ち込めば、今までよりもっとかっこいいエマが見られるもの。一人になったエマに私が近づけば、私がエマの一番になれる可能性だってあるじゃない。なるほどね。とにかく私はエマの大ファンなの。ガクばっかりエマといい関係なんてずるいわよ。その後の話によると、ウザミが道場を辞めたのもエマの追っかけに専念するためだったらしい。転校で地元を離れてしまってからも、大会などは毎回見に来ていたそうだ。そして少し前に再び両親の都合によりこちらに戻ってくることになった。俺たちと再会したあの日、ウザミはエマに挨拶をする予定だったとのことだ。しかしそこで以前道場で噂されていた俺たちの言い名付け関係が本当なのだと知り、今回の計画を実行したらしい。もしかして空手部に入ったのもエマの近くにいるため？でもそれならマネじゃなくても。一緒に選手として活動するよりもマネージャーの方がずっとエマを見てられるじゃない。それにサポートに徹したかったの。いつでも愛情いっぱいのドリンクだって渡せるし。あれ愛情だったんだ。ニヤニヤしてたから毒かと思った。愛という名の毒かしら。エマへの愛ならそれはそれで素敵。愛にはいろんな形があるんだな。まあでもそういうことならよかったよ。は？あんた何言ってんの？利用されてたのよ。別に全然いいよ。エマのことを好きだって言ってくれる人がいるのは嬉しいし。あんたの頭お花畑なの？まあ俺もエマのファンなのは一緒だから。調子狂うわね。ねえウザミ、これからはそういうのやめてくれる？ガクは私にとって大切な人だから、私を好きって言ってくれるなら一緒に大切にしてほしい。エマが言うならもちろん。エマの言うことはめちゃくちゃ素直に聞くんだな。まあ今回の件は悪かったわ。ごめん。いや、こっちこそいろいろ勘違いして悪かった。なあ、今の話ってマジ？エマさんと山田くん言い名付けだって。しまった。こんなに堂々といろいろ話して、エマの気持ちを抑えるためとはいえこんな形でずっと隠してたのバレたらみんな怒る。素敵、漫画みたい。もっとファンになっちゃった。お前も早く言えよな。みんな今まで隠しててごめん。私気持ちが暴走して部活に集中できなくなりそうだったから。俺もずっと黙っててごめん。なおさら可愛いよ。集中のためとかかっこいいじゃん。いい生徒ばっかでよかった。それからしばらく経ったが、危惧していたエマの学校での出れ具合はというと、正直全然抑えられてない。本人によればこれでもだいぶ我慢しているそうだ。だがしかし気持ちのダダ漏れを乗り越え、無事にエマは大会で優勝した。ひときわ応援してくれたのはやはりウザミだったらしい。エマさん。何怒ってるの？ガクゴ、まだ今日は一回もキスしてくれてない。早くキスして。こんなとこで？さすがにそれは隙あり。
帰ったら額からいっぱいしてね。最高に可愛くて最強の許嫁。そんなエマに俺が勝てることはきっと一生ない。見るです。もし時間があればも